どうも皆さん、1月にインフルエンザかかって2月になった今また風邪にかかった僕です。僕の免疫全員ニートだろ。ということで今回の動画なんですが、 Twitter で僕の運営しているドヘンティエンボットというアカウントがあるんですけど、ありがたいことにフォロワーも38万人になりました。このアカウントどういうアカウントなのかと言いますと、 Twitter 人の皆さんから自分の持ってる偏見を DM に送ってもらって、それを採用してツイートするっていうアカウントですね。今までにたくさんの偏見をツイートしてるんですけど、その中でも特に好評だった教師に対する偏見を今回は紹介していこうと思います。もしこの動画がいいと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。体育教師、受験期になると薄っぺらい名言をよく言ってくる。天才とは 1% のひらめきと 99% の努力である。これはエジソンの名言だみたいに言ってきますよね。これで心に響くやついないのよ。体育教師、持ち物に気合って書きがちそうね、書くよね気合って。誰か今度、先生、気合ってものじゃないんでモテませんよってマジレスしてみてくださいよ。体育教師、女子好き。僕の高校の体育教師も明らかに女子だけ対応が違いましたからね。やっぱ今の時代男女平等にするべきだと思うんですよね。いや、プールも男は上裸で乳首出してるじゃないですか。でも女の子の水着はおっぱいのところに布切れついてるじゃないですか。何あの布切れ。女の子も男の子と同じようにすっぽんぽんでいいじゃないですか。上、体育教師、足でご飯食ってる。いや、そんなことはないだろ。インドみたいに手でご飯を食べる国はありますけど、足でご飯食べるやつはいないだろこの世に。母体でタバコの害説明してる体育教師、休み時間校門の前でタバコ吸ってる。僕の中学の時の体育教師がまさにこれでしたね。出演者がタバコの害について説明しても何の説得力もないのよ。なんでタバコって吸うんですかね。お金使って害を吸い込んでんだよ。もうやめましょう。国語教師、化粧濃い。女おばさん国語教師ですよね。僕の中学の時の国語の教師がすごい化粧濃くて大竹しのぶに似てましたね。歩く時ケツめっちゃ振るんすよ。だからその国語の教師、裏ではケツって呼ばれてたんですよ。今考えると最低なあだ名。国語教師、娘の自慢えぐい。いや、すごいよね子供の自慢。まあすごい可愛いんだろうね。いいパパなんじゃないんですかね。国語教師の書く詩、全部これ。いや、もう詩じゃないんですよ。書く時間短縮していて古代文字みたいになっちゃってるのよ。先生が書く間、これ古代文字パート2。もう読めないって。あなたたちのクラスの歌声は私が見てきた中で一番かもしれないって言ってる音楽教師、これ毎回言ってる。もうわざとらしさが出ちゃってますもん。あとこういう先生は練習と本番全く変わらない声量で歌っても、本番終わった時にすごい、今までで一番良かった、100点で100点あげがち。音楽教師、自分の腕前を見せたがる。この青空に翼。違う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 、そこはこの青空に翼を広げでしょ。数学教師、だいたい沸点おかしい。沸点おかしいというか沸点低いですよね。すぐ怒る人多くないですか。授業の上では俺がキングだみたいなやつしかいない。数学教師、オメガで抜ける。性癖が化け物すぎる。まあこのオメガはあんまりエロくないんですけど、こっちのオメガだったらちょっとエロさありますね。他にエロい数学の記号ないか調べたんですけど、このシータちょっと可能性が見えてきましたね。ちょっと潰してさっきのオメガと組み合わせると何をやってんじゃ僕は。数学教師、やり方は今までと何も変わりません。変わる。これ数学教師よく言いますよね。根本的な部分は変わってないんですけど、全然変わりますよね。数学の先生、みんなが問題解いてる時に席を回って、解説の時に間違えてる人を当てる。これやってくる教師マジでいますからね。で間違えると、答えは違うんだけどもいい間違いだって言ってくるんですよ。先生はわからないと思うんですけど、みんなが聞いてる状態で自信のない回答を言う時って心臓がバクバクさんになるんですよ。それで挙句の果てに間違えて恥かいて。それはちょっとね、世間は許してくれませんよ。生物教師、全員睡眠術師。生徒に向けてラリフを唱えてますね絶対。理科の先生、ビーカーで飲み物飲んでる。普段尿検査のこれでジュースを飲んでる僕が言うのもあれなんですけど、ビーカーで飲むってなんか汚くないですか。理科の先生って何飲んでんだろう。石灰水。英語教師、2ヶ月に1回は自分の好きな洋楽を生徒に聞かせないとクビになる。授業の最初に好きな洋楽聞かせてくる時ありますからね。僕もビートルズとか聞かされましたね。でも今の若者って結構洋楽聞くじゃないですか。 BTS とか TWICE とか、まあ大体韓国のグループかな。歌詞の意味全く分かんねえのに雰囲気だけで聞いてんだろうな。いや別に、すいません、ちょっと心の声が漏れちゃった。キューブあげるんで許してください。現代文のおじいちゃん先生、最後まで生徒の名前と顔一致しない。おじいちゃんだから仕方ないですけどね。まあ普通に可愛いし。
し、なんならクラスにおじいちゃん先生を推してる女とかいますよね。美術の先生、いろいろ持ち物持ってこさせるくせにそんな使わない。美術の先生、持ち物が多い辛さ知ってますか？カバンが重いと歩くの大変だし、自転車も全然進まなくなっちゃうんですよ。持ち物なんて気合だけでいいじゃないですか。技術の男教師は関わるとろくなことがない。僕の時の技術の先生はおじさんだったんですけど、普通に優しかったんですけどね。実際どうなのかリプランをちょっと覗いてみたいと思います。高確率で独身おじさん。技術の先生に借りてなぜか全然笑わないですよね。俺の技術の男教師はおもろい。だけど話しかけるのは違う気がする。結論、人それぞれ。事務です。法律事務所。家庭科の先生、大体ほうれん草好き。家庭科の先生って大体おばちゃんだからね。全授業の中で家庭科が一番みんな騒いでない。家庭科のおばちゃん舐められてますからね、生徒に。現代社会の先生、時間の流れを遅くする能力持ち。授業の時間って45分間とかですけど、社会の授業の体感時間3時間ぐらいありますからね。明らかに時間操ってますね。校長先生の名前わかるやついない。そもそも校長先生が何をやってるのかも知らないですね。生徒指導の先生、実はド M。 学校ではド S だけど、家に帰ったら縄に縛られてる可能性ありますからね。生徒指導の先生が実はド M だったけん、ラノベにあってもおかしくないな。マスクではなくフェイスガードをつけてる教師、授業おもんない。これこそザ偏見ですけど、まあなんとなくわかりますね。中途半端に生えてる教師、大体外れ。髪型って性格を表しますからね。例えばセンター脇だったら生きり陽気みたいなやつが多いし、マッシュだったら性欲強めみたいなところありますからね。だからそれで言うと、中途半端に生えてるやつは全部中途半端なんですね。仮にピッカピカに生えてたら、物事を決める際一切迷いがないと思いますよ。学校は間違えるところですって言ってる教師ほど間違えるとぐちぐち言ってくる。いや、分かりにが深田恭子。本当に間違えるって悪いことじゃないですからね。間違えてもその経験から成長すればそれは成功なんですよ。間違えてもその経験から成長すればそれは成功なんですよ。教師、年齢と筆圧の濃さ比例する。確かにベテラン教師ってチョークめちゃくちゃおるイメージありますもんね。三者面談の時の教師、やればできる子なんですよねってみんなに言う。僕も言われましたね。すごい頭悪かったですからね僕。実際やればどうにかなるんだけど、やっぱやる気がね出ませんよね。じゃあちょっとね、受験シーズンということで、僕の考えた聞けばやる気が出るギャグというか、まあフレーズをね送りたいと思います。受験生のみんな、やればで。教師、黒板に文字書いた後チョンって音立てるのが教師のいいだと思ってる。このチョンはオーケストラの指揮者が演奏終了直前トゥーントゥンって棒を上げるのと同じですからね。テスト返しの時赤ペンだけ出させる先生、大体嫌われてる。こういうタイプの先生はテスト配り終わってそのまま丸々1時間解説するような先生ですよね。たまにテスト配り終わった後自由時間にしてくれる神みたいな先生いない？あれ最高だよね。うざい先生、始めてくださいのこと始めてくださいっていう、アムロ行きまーすみたいな感じで言うやん。テンション高い先生ってちょっと乗りきつい時ありますよね。栗原先生はどこの先生でも大体うるさい。僕が小学4年生の時の担任の栗原先生はヒーローでしたね。教室で A 君と B 君が喧嘩になって、 A 君が怒って椅子を持ち出して B 君にぶん投げようとしたんですよ。で投げた瞬間に栗原先生が危ないって言って弾いたんですよ椅子を。で栗原先生指骨折しちゃって、次の日は包帯ぐるぐるできたんですけど、かっこよかったですね。人気すごかったですからね。それに対して西村先生はな、嫌われてる先生、なぜか既婚者。いや、なんでなんですかね。これ学校七不思議の一個に入りますよね。でででででん、でででででんって流れてるよ。先生、無理やり給食食わせることに快感覚えている。お腹いっぱいなのに無理やり食わせるのはね、いけませんよね。給食のおばちゃん、給食こぼした子を地下で働かせてる。いや、そりゃ先生も無理やり食わすわ。エアコンの設定にうるさい先生がいる学校の職員室、めちゃくちゃ涼しい。節電とか言ってクーラーの設定温度上げる先生とかいますけど、節電って言っても生徒が熱中症になったら元も子もないですからね。あと職員室コーヒー臭い。国語の先生ですら国語の勉強方法よく分かっていない。テスト前の国語の勉強、何すればいいか全く分かりませんよね。まあ強いて言うなら、作者の気持ちを考える勉強とかしときます。人のもの取っちゃダメって子供に言ってる幼稚園の先生、人の彼氏取ったことがある。いや、そんなことないとも言い切れない。ネトビ性癖の皆様は今ご興奮されてると思うんですけど、先生、授業参観とりあえず半活をすればやり過ごせると思ってる。先生のマニュアルに書いてあるかもしれませんね。授業参観はとりあえず半活動すべしみたいな。怒りたくて怒ってるわけじゃないって言ってくる先生、怒りたくて怒ってる。まあだいたい怒ってストレス発散してますから、怒ってる時さぞかし気持ちいいんだと思いますよ。モーティーと一緒ですやん。女の先生、だいたい永遠の18歳。18歳って言ってても学級通信とかでバリバリ年齢書いてありますからね。先生の紹介みたいなところで、そんなこと言ったら僕も永遠
永遠の赤ちゃんですよ。バボバボバボ。